こんにちは。こんにちは。締まりないキャンプ動画パート2です。この動画ではリゾット作りや飲み会、焚き火の様子をお送りします。はい、パート1を見ていない人はぜひそちらもご覧ください。それではスタート。主食を作るよ。今日はね、トマト、リゾット、もどき、もどき、はい、オートミールでございます。120g ぐらい。はい、水まずトマトジュース。開けましょう。振ってね。濃いトマトジュース。はい。いい音ですね。水分足りないので、水を足します。どうかな、どうじゃろうな、足りなかったら足し、ひたひた使ってます。大活躍。絶対出汁出てるもんよ。はい、トマトとホタテって最強だね。両方とも旨味がすごいね。うん、上にゴミが多い。そうね。そしてそして。よいしょ。上からちょっと取れる、うん、こんな感じだと思う。はい、じゃあ、あとは火をつけます。いいね、多分火力が強いんだね。そうだね、超弱火だ。消えちゃうんだな。消えちゃう。なんか焚き火でやった方がいいかもしれない。いや、焚き火だって難しいわ、調節が。はい。そして蓋閉めなくていいね。うん。大丈夫じゃないかな、本当に。はい。料理番組みたいじゃん。いいね。美味しそうね。オートミールは早いからね。うん。まあいい。うん、まあいい。よし。じゃあこんな感じで。完成。完成。第2回燻製。今度はね、さっきの壊れちゃったからフライパンで。
リベンジ。今回は白ばっかりにする。これは豆腐とサラダチキンとハロウィン。そうです。よし、よしよ。極力弱火で、もう匂いする。さあ、飲みますか。飲みますか。では、今日はね、珍しく妻に洋酒ばっかり飲んでいる私たちですが、スパークリング清酒、はい、北海道限定の北海道産ゆめぴりかというお米を使用した今流行りのクリーニング清酒です。で、じゃあこっちは全国で売ってるのかな、同じ会社だけど、こっちもスパークリング清酒。バナナ、バナナのような、バナナ、バナナ、バナナのような香りって書いてね。ミオが有名だけど、ミオは飲んだことあるので。ミオって書いてくるね、これも。そうだね、買ってきました。じゃあ、宴会スタート。はい、じゃあまずこっちからにする。そうっすね、開けてたもんね。これさ、ひんなって終わった、多分横になってたから大丈夫だったこれ持ち上げて。はい、お疲れ様です。うわ、いい匂い。うん。うまい。え、めっちゃ美味しい。何これ。これめっちゃ美味しい。ミオの5倍ぐらい美味しい。うん。まあ同じ会社なんだろうけどね。うん。でも松竹梅クラフトだからね。美味しいこれ。すごい。お父さんにも教えてあげよう。お米の甘さだね。うん、夢ピリカ、さすがの。え、これでアルコール度数 4% だって。うん、へえ。あ、やっぱり米麹入ってる。そうか、日本酒だもんね。すごくなんか麹っぽいですね。そうね、強い。北海道限定だからね、これ欲しくても買えないじゃない。ネットとかでも買えないのかね。買えとかね。買えたらさ、そのブランドとしてちょっと魅力が薄れるよね。めちゃくちゃうまい。多分これめっちゃいい感じ。燻製？うん。一気になくなっちゃう。うん、どうする、こっち行く、こっち。え、いいよ、任せるよ。これがあんまり美味しくなかったら悲しいから。確かに煙が目に染みるね。では、いちかちゃん、いちかって名前の人いるよね、たまに。いるね、後輩にいたわ。この香りがね、まだある？ちょっと。あ、本当にバナナの匂いする。飲むの早いの？まだ飲んでない。あ、さっきのやつね。一杯目が早いの。だって美味しかったもん。さっき一気に飲んじゃうからすぐなくなっちゃう。これも美味しい。ほんと全然違う。違う、ほんとにバナナの味する。味すらする。お、カヌーの人帰ってきた。わ、ほんとだ。私もいただきます、ね。
本当にバナナねこれね。すごい。でもね、なんか嫌な甘さとか全然ないんだよ。もちろん材料に入ってないでしょ。入ってないでさ。入ってないでさ。ないない。米麹。炭酸ガス。ああ。フルーティーやね、本当に。なんで色も若干バナナっぽいもん。ちょっとだけで黄色。美味しいね。うん、いやでも普通に美味しいけど、さっきの飲んだ後だと薄れるね。梅ピリカほどの感激はない。でも十分うまいよ。梅、うん、ピリカ毎日飲みたいな。ね。就職にしよう。就職。米の代わりに米の代わりに酒なんか十って言った。何かが滴ったんじゃない、うん、途中経過見てみる。そうね、ね、さっきのね失敗があったから、うん、運手はそこに、はい、よし、じゃあ開けちゃうよ。はい、そのあの真上に上げてね、煙が。あ、これはもう止めた方がいい。よし、いいよ、止めた。いい？あ、戻さなくていいよ、ひっくり返して置いてよ。はい、あ、煙が出るし。いいんじゃない？こっちに移す？あ、大丈夫かな。あ、すぐ着くかどうかわかんないよね。うん、ジャンプっぽい。うちわとかないよね。なこれつかないかもね。いい感じに見えるけど、あ、他の映ったかもしれない。お、食用油だよね。うん、偉大だな。他の木燃えてきた。こんな感じで、キャンプ初心者の我々ですが、なんとかキャンプ
ぽいことをたくさんできました。イエーイ。北海道の夏季のキャンプは暑すぎず寒すぎず、まあ、ちょうどいい天気だと気候だと思うので、ぜひ皆さん来てください。